あ、来た来た来た。さあ、前回からソラちゃんがついてくるようになりましたね。かわいい。めっちゃかわいい。撫でたい。撫でたいけど、ここじゃできないらしいんだよね。さあ、今回は外伝からいきたいと思います。さあ、一回ワールドマップ移動しましょう。さあ、前回のね、5章終わったところで外伝が現れて、外伝ではどうやらね、仲間とかが増えることがあるらしいので、ちょっと外伝やっていきましょう。外伝、大器晩成。はい、お薬出しとくで、おじいさん。毎朝の体操、忘れたらあかんで。なんで関西弁？あんたは今日は元気そうやな。風邪はすっかり治ったみたいやな。お父さん、そろそろ休憩にせえへん。お茶入れてきたぞ。このジャンかな。おおきにじゃ。大丈夫か。お茶入れるときやけどしてへんか。ジャンだな、ショーンじゃないな。この大人の方じゃないな。よし、これぐらい普通にできるで。ジャンの方が仲間顔してるよ。息子が成長して嬉しいわ。なんか外が騒がしいな。先生、助けてくれ。バケモンが暴れとるんや。怪我人が何十人も出とる。お、異形兵か。なんやあのバケモン。大変や。ジャンは隠れとき、父ちゃんはみんなを診療所に連れてくる。みんなこっちや。無事なもんは協力して怪我人を診療所に運ぶんや。頼むで。ここに戦えるやつはいるのか。お父さんは隠れときって言うたけど、こんなんあかん。自分もなんかせな。あれは、さあ、村人たちを助けるイベントだね。はよ逃げな。診療所に避難や。みんな気をしっかり持ちや。後で絶対直したるからな。異形兵が暴れているようですね。こうしてはいられません。村人たちを助けなくては。無事ですか。異形兵は私たちが倒します。皆さんは逃げてください。ありがとうございます。何人か逃げ遅れて。最善を尽くします。できるだけ多くの方を守りましょう。助けてくださったらお礼を差し上げます。お礼ですね。村のみんなをお願いします。まあそんなになくてもね、リュールは助けるよ。優しいやつだからな。で、今回はそうだね、出られるユニットに制限があるから、まあとりあえずおじいちゃんはお休みしてて、セリーナ当然です。で、誰引っ込みようかな。あと移動力、機動力のないやつは下がっててもらおうかな。クランは一回お休みかな。いやー、まあセリーヌさ、いや、クラン出してセリーヌを置いてキクロエにして、せっかくだから指輪をクランには与えよう。よし、じゃあクラン&セリカ行こうか。よし、や、よし、じゃあ戦闘開始でいいかな。位置ちょっと変えるかな。いや、いいか。戦闘開始。診療所まで運べへん怪我人がいっぱいおる。一人では治療しきれへんな。お父さん、手伝いに来たで。手分けしてみんなを治療しよう。じゃあ、なんで来たんや。隠れとき言うたのに。みんなが危ないのに自分だけ隠れるなんて、そんなんできるわけないわ。さすがじゃん。だって自分はお父さんの尊敬するお医者さんの息子なんやもん。よう言うようになったな、あちゃん。やった、協力してくれるか。よし、行こう。会話アイコンが表示されているユニットは隣接する会話コマンドを使うことができる。話すと、ああ、味方になるユニットもいるので積極的に会話しよう。なるほどね。じゃあとりあえずこれはリュールが話しかければ OK かな。ジャンとショーンも仲間になるのかな。まあとりあえずジャンは確実にこの2人話しかけに行こう。
じゃあ敵を全滅させないように気をつけなきゃなと思ったけど、結構な量いるね。こっちは全員が出れるわけじゃないから思いのほか辛いかもしれない。じゃあ早速行こう。強い。いやマジで強いっす。いやシグルドが強いんだよな。でさらにこっちまで行けるとすごない。じゃあこれもリュールはちょっといつも急ぎ真ん中から抜けていきましょう。エンゲージまだだね。で弓兵も槍兵も危ないのでちょっと真ん中を抜けていこう。お役に立ちたいです。ちょっとこうかな。いやもうオーバードライブ使っちゃおう。オーバードライブじゃん、エンゲージ使ってもうワープライナーでここよ。そう早速ライナーロックで一発。おおなんか面白いな。そうかクランもセリカの髪の色を引き継ぐ感じになるんだね。行くぞ。会話までが遠いな。シグルドあれだな、つければよかったかなってちょっと今思ってる。でとりあえずこれで、うんそうだね、これは体術の方が強いもんね。さあフランがガツガツいきます。かっこいい。どうか守りたまえ。やった1000ゴールドで、ちょっとエンゲージを回復しに行こう。でここに来たからにはじゃあアルフレッドから行くか。まずアルフレッドから行くんだけど、まあ鉄の弓で、いや鋼でいいかな。削ってから。お、ジャンが癒しに来てくれた、助かる。じゃあまずは会話だね。ジャンと会話して。この場所は危ないです。早く逃げてください。自分は医者の息子や、怪我してる人たちを助けるまで逃げられへん。医者の、そうなのですね。まだ幼いのに立派な志です。わかりました。ではあなたに力を貸します。共に村の皆さんを助けましょう。協力してくれるんか、ありがとう。自分の名前はジャン、よろしゅう頼みます。お、やっぱジャンは仲間になったね。でもう待機するしかないのか。でジャンはこれで回復ができるから、じゃあジャンもうちょっと回復させてあげよう。いや、助かっちゃった。で、エンゲージゲージを回復しに行きたいな。よし、でこちらも回復。で、あいつはね、来るんだよね。うわーでも近づけねえな、これ近づけないならやっぱ来てもらおうか。こっちちょっとこっちをどっか、これで一旦待機と。いい伸びだね。じゃあちょっとどいてもらうか。はい、エンゲージして。エンブレムエンゲージ。攻撃。ちょ、やっちゃうな。いや、ここはちょっとナイトキラーで削るだけにしとこう。
げ。で戻ってで攻撃普通に、うん普通に倒せるね。オッケーでやったセンゴールドで会話あーできない。いやちょっと思ったぞ、ジャンで話しかけんじゃねえか。実はちょっとそれをそうか考え待ってみよう。ってことは多分ショーンはこれジャンで会話するできない。待って、誰で会話できるかっていうのはこんないの、そういうそれはないの、そういうなんかあれはないんすか。じゃあやっぱショーンは仲間にならないっていいのかな。はい、じゃあミンコ訪問して知らせてくれて大きに、あのこれを使ってください。私が持ってても使いこなせへんから、軍人さんに役立ててもらえたら嬉しいわ。お、力に雫、誰に渡そうかな。これはまだちょっともうちょっと後だな。じゃあどうしようかね。まあとりあえずリュールで行くけどさ、リュール話しかけられないんだもんね。じゃあエンゲージ、力を貸してください。で待機、あとやることねえな、やることないな。じゃあちょっと近くには行ってようか。チェーンガードできるけどね。民間人がしまった、民間人が頑張り民間人、すかさずショーンが言った。よし、じゃあもうとどめさせて終わっちゃおう。私の手で、せっかくだからね、大技でフィニッシュです。4×9、なかなかの威力。伸びがいまいちだな。力があったのは嬉しいけど。すごい、バケモンが全部おらんくなってるで。ああ、助かったんやな、あんたらのおかげや、ありがとう。皆さんが無事で本当に良かったです。私も安心しました。これはお礼です、ほんまにありがとうございました。お、サージ聖水、聖水は魔法をあげるやつだね。さあクランはやりまくったもん何個かいな。あらじゃん、ちゃんと俺言いや、村を救ってくれてありがとうな。こちらこそ協力してくれてありがとうございます。よく頑張りましたね、じゃん。あ、そういえば聞き忘れてた、あなたのお名前は。すみません、申し遅れましたね。私は神竜です。すげえ、私は神竜ですっていう自己紹介すごいな。神竜様、あのリトスの血の、えらい無礼な口調、すみませんでした。いいんですよ、気にしないでください。私が神竜です。そんな立派な方がなんでこんなとこに。旅をしているんです、邪竜を倒し世界を平和にするための。そうです、私が侵入です。ほな無礼ついでに自分も侵入様の旅に連れて行ってもらえませんか。何を言い出すんや急に。じゃあどうしたんや。自分は医者としてみんなを救えるようになるのが夢や、今でもそれは変わっとらん。せやけど気持ちだけやと足りへん、さっきみたいな戦場では治す前に死んでも、神竜様についていけば
きっと戦いながら治す力が身につく、そう思うんや。そうは言うても迷惑やろ、偉大なお方に。ジャンが一緒に行くと足手まといや。足手まといだなんてとんでもない。さっきの働きぶり見事でした。ジャンが望むのなら構いませんよ。もちろんご両親は心配だと思いますが。神龍様がここまでおっしゃってくださってるんなら、どうかこの子をよろしゅうお願いします。ほんまか、ほんまに送り出すんか。お父さん心配せんといて、一生会えへんわけとちゃうんや。次に会うときは絶対に立派なお医者さんになってるから。そんな目ができるようになったんか、もう大人なんやな。わかったわ、じゃん頑張ってき、目いっぱい学んで帰ってくるんやで。うん、おおきに。お父さんお母さん、神龍様これからよろしゅうお願いします。こちらこそ、じゃん頼りにしていますよ。ということで、ジャンが仲間になったってことですね。おおきに。いやー、なるほどなるほど。お父さんはお父さんは特になしと。じゃあこれもまた集めていかなきゃいけないのかな。うん、アルフレッドは一緒に戦ってたから出るよね、絆ね。セリーヌは一緒に戦ってないから出ないね。まあ、こんな感じでちょっとじゃあいろいろあるのでそれも集めてこようか。わあ、かけら100個。お、羊？やった羊。保護しました。あとも、じゃああの黄色いのは動物か。黄色とかオレンジをね。じゃあこっちにいるのは、あ、ここ鶏じゃん。卵産んでくれよ。さあ、それでは第6章そのまま開始していきたいと思います。なんだっけ、暁の巫女の指輪。これはあのー、暁の女神だよね。なんだっけあいつ、名前出てこないんだよな。まあこの後出てくるからきっとわかるでしょう。では開始します。ザザは覚えてんだ、あの盗賊の方ね。ミカなんだろうね。さあ第6章、奪われた指輪。もう少し北上すれば指輪のある祠に着くよ。景色が変わってきましたね。ブロディア王国との国境に近づいている証さ。ブロディアには険しい土地が多いからね。村も少なくなってきましたし、指輪の保管場所には最適ですね。ここから北は寒さもあってどんどん住みにくい地帯になっていく。歩いているものも全くいないだろう。はい、確かに辺りには誰も。誰もいますね。 いますね。何、うろ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 。お、どう見ても敵の一団でしか見えないんだけど。本当だ、怪しい。泣いていらっしゃいます。何か悲しいことがあったんでしょうか。胸の痛む光景だ。王族としてフィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない。声をかけに行こう。あ、待ってください。私としたことがなんてミスを。まあ、敵だろうな。そこの君、味方っぽくないもんな。こんなところで泣いているとは、何かお困りかい。いや、やはり驚きますよね。急に声をおかけしてごめんなさい。ヤッピー、助けが現れましたぞ。え、軽っ。先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。人もおらぬし、すっかり困り果てており。ああ、私めはユナカと申す者です。お二人ともヨロピッピー。ヨロピッピと
盗賊ですかね。へ、ヨロピッピか。流行りの挨拶か。軽快な発音だ。王族絶対使わねえなこれ。それで言うのか、落とし物ってなんだい。このような形でこのように湾曲し、黄色とわずかな橙色を施した言葉を話す指輪です。は？言葉を話す指輪、お前か。まあ信じられないかもしれませんが。まさか。信じます。もしかしたら紋章師の指輪かもしれません。詳しく話を聞かせてくれ。指輪は何を話していたんだい。確か神竜のところに行きたいとかなんとか。私のところに？ あなたが神竜ですと。はい、申し遅れてすみません。私は神竜。そして僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神と王子か、すげえ組み合わせだなこいつら。神竜にフィレネ王子、それは出会い頭に告げてくだされ。心臓が止まるかと思った。でもちゃんと、ね、なんだ味方か。こんなところにいるぐらいだからそうだと思ったんだけど。どうしてその指輪を持っていたんですか。私めは旅をしているのですが、国境近くでセピアかな、女人の声が聞こえてきたのです。女人、助けて、私を見つけて。あなたのすぐ足元にいるの。指輪か。突然の声真似がすごいのですが、似てるかどうかがわからないのが悔やまれます。悔やまれます。指輪を拾ってみれば、今度は私を神竜様のところにというではありませんか。ですが私めは神竜がどこにいるかわかりませぬ。頼まれても困りますと申し上げたところ、指輪が道案内を申し出てくださり、まずはフィレネ王都に向かうことになったというわけです。めっちゃいいやつじゃん。確かにここからリトスの地を目指すのなら王都に行くのが一番早いね。しかし途中で賊に襲われ全力疾走し、いつの間にか指輪がいなくなっており、どこかで落としたんだ。シクシクとなっている。まさにその時、お二方が来てくださったのです。それはもう探すしかないな。ユナカが持っていたのは紋章師の指輪の可能性が高そうですね。もし暁の巫女の指輪ならいつの間にか祠から出されていたということになりますが、別の指輪が持ち込まれたという可能性もある。どちらにせよ実物を確認した方がいいね。ユナカ、その指輪一緒に探させてください。なんと、神竜氏が見つけてくだされば指輪も大喜びです。神竜氏。まずはユナカが逃げてきた道を戻りましょう。じゃあユナカはありません、ね、仲間になるんだろうな、これな。誰かに拾われてしまったのですかな。軍全員で見て歩いているから見落としはないはずだけれど。賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね。じゃあ賊が拾ったじゃん。無論ここを通る際指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており。どうしました。配送に賊の姿が。え、私めを追いかけ回した賊どもであれば指輪を拾っている可能性がありますな。確かめに行きましょう。なんだ、今回はただの賊退治か。すっかり占拠されているな。ここを根城にしているのか。やはり奴らは先ほどの賊どもです。もしやとは思いますが、誰かが拾ってたり。見つけましたぞ。本当ですか。ええ、あのこわもての者が持っている金属、間違いなく私めが拾った指輪です。どうだい神竜様、紋章師の指輪かい。距離がありすぎてすみません、よくわからないです。ユナカ、よくあんな遠くのものが見えますね。暗殺者は目がいいから。暗殺者だった。暗殺者、アサシン。観察者。実は私めは観察者
者なのでござるよ。さすがに闇の仕事してるマスターは裏の仕事家業とは言えませんか。目の良さなら任せてくだされ。それよりここからいかがいたしますか。すべきことは2つに増えたと思うのですが。指輪の奪還と賊の討伐ですね。本来の目的をおろそかにはできないが、民たちにあだなすものを野放しにもできない。であれば手分けして向かいませぬか。皆で行動すると目立つゆえ、指輪の奪還には少数で向かうべきかと、私めに良き考えがあるのですよ。なるほどね。そんなことあるんだ。では、神竜は私めと共に。お、本当だ。よしよし、二手に分かれた。ここからなら指輪を持っている輩に近づけますぞ。しかも索敵マップかよこれ。こんな道を見つけるなんてさすがです。いやーこいつは大変だぜ。で、まあとりあえずね、ジャン君はお休みですよ。じゃあルイを入れて配置変更。そう、明かりがないとね大変なんだよね。じゃあバンドレちょっとこっち側行ってもらうか。バンドレと、まあ、セリカとかは後ろでいいかな。こうでルイ君は前だね。これ明かり灯せるんだよね多分ね。そう、明かりを灯していくようなパンプになるのかなと思うから、まあここもこちらも二手に分かれていくような感じになるかな。うん、でしょうね。で大ボスはここだね。で、こいつが指輪を持ってるのか。持ってるのか。魔除け。持ってなかったわ。まあいいや。あ、違う。ああ、間違えた。